おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで、さあ本日はですね、スフィーダリミテッドマッチの最終予選を皆様と一緒にねやっていけたらと思います。以前はこういった形で大会の最終予選のラスト5試合とかラスト10試合を放送していたことがすごく多かったんですが、最近私がねマスターディビジョンに挑むようになってしまってから、まあ、やってもしゃあないよねっていう感じになっちゃってなかなかやっていなかったんですが、まあ、せっかくの制限戦なんでね今回はやっていけたらと思います。現在ですね40勝2分け3敗だね。いやーこのね3敗すべてが中央突破でやってしまっているっていうめちゃめちゃ悔しい状況です。中央突破今ドミレク監督使っているんですが、正直総合値が伸び悩みまくりで、一応新しくデンベレ育成とかもやったんですが、ちょっとねめちゃめちゃ苦戦してる。まあなちょっとしょうがないような気もするんだけどねこの苦戦はね。ただあれが欲しいですね、より守備力のあるDMF が欲しいとすごく思いますね。はい、特にあのダイナモのところ、今マケレレ使っているんですが、ちょっと一昔前の選手すぎて若干やっぱ止めれないんだよな。ここが問題ですね。こいつがな、国語よくやってくれてる。マケレレも悪くないんです。ただねちょっとね一昔前の選手すぎるなと思うことが多々あります。はい、あと2分けはね確かポゼで1位カウンターで1位だったかな。うん、中央突破は1回も引き分けずに3敗しちゃってるので、ちょっとこれから残りね最終予選5試合やっていくにあたって一度もお相手にポゼッションが来ないことを祈りつつやっていきたいと思います。さあまずはカウンターですね、お相手いきましょう。多分全勝すればワンチャン64、おーびっくりしたびっくりした、今全勝すればワンチャンね64位以内には残れるんじゃないかと思っているんですけれども、頼む全勝しなければわからんのよね。結構やっぱり皆さんね強い方が強いのよ。いやー総合値40のポゼッション出てきた時は死ぬかと思った。あーそして35の芸術のバルサね、行きましょう。ちなみにポゼッションは今こんな感じです。あ待って、違う、危なかった、今間違えるとこだった。ポゼッションはゴールキーパーアリソンでやっていたんですが、ちょっとね悩んだ結果ね、センターバックを星5にしようかなと思い立って、センターバックを星5の、ラドモンド起用に変えましたと。でなんでこれにしたのか、ラドモンドにしたのかって話なんですが、結果さいい位置でシュート打たれたらアリソンとはいえ止めれんのよね。もうそしたら打たれる前に止めるしかないんじゃねという発想で、一旦ちょっと今回ラドモンドの方を起用してゴールキーパーを星4センターバック星5でやっていこうと思います。打たれなかったら入らん、やめろ、開幕先制取られんのやめろ、さっきから打たれんかったら入らんやろの精神で行こうと思っているんだが、なんとか吉名に、おい2点目クンデに決められてるのなんなん、ちょっとダイジェスト見てこう。いやー意外とこういうところで落とすんだよな。さあ1点目はローナーが中折り返してきて、なんかすごい横に開いて、あれよあれよという間に決められましたね。ここはね私のジーコさん中央突破で、はい、ペレさんが吉名にやってくれたんでしょうけれども、いやー2点目センターバックに決められんの腹立つね、悔しいっすね。まあ、ちょっとここもいいとして、さあどうやって決められたんだろう、ここかジーコ、あ違うね、ここじゃないな、多分時間的に違う気がする、これか、ロナ入れてきてエデルソンバスターダックルするが、これはしょうがないね。あちなみに私はちゃんと星4エデルソンにバスターダックルをつけました、勝たせるためにちゃんとつけてますよバスターダックル、安心してくださいつけてますよ、つけてたけどダメだったんだけどね、これねちゃんと育成しました、はい、ちゃんと育成したけど決められましたね、悔しいですね。
どうだこれ、 3分けってどうなのこれ、いけるの？まあ、とりあえず残り3試合必ず全部勝ちましょう。まあ、私が気合い入れたところで何も変わらないのがこのゲームの悲しいところなんですけれども、私がいくら気合い入れて集中したところでね、勝率変わりませんからね。それはそれでちょっとどうなのって気もするけど、もうちょっとなんかプレイヤーのやる気を選手に反映させたい。さあ、いいですね。そしたらあと2試合ですね。3分け3敗、いやーきつそう。そしてグロリオーソビアンコネロ36万、勝てるかな。でちなみにさ、なんかすげえ毎回開幕点決められんのやだな。ちなみにね、サイドアタックをマンチェスターユナイテッド染めにしていて、バルサ染めにしていないんですが、なんか知らんけどめちゃめちゃ勝つ。はい、なんか知らんけどめっちゃ勝つ。知らんけどね、なんでか知らんけど、これも相手にさ総合値すげえ差があるのになんかちゃんと勝つんですよね。これは本当に謎なんだよな。でいろいろチーム試した中でめちゃめちゃ勝てるようになった一個のきっかけはクライファート入れてからなんですよね。あのクライファートの前って、これ私のあのスタメンっていうの、あのアリーナに普段挑む時の選手がクライファートじゃなくてね、シアラーを使ってるんですよ普段。シアラーね、よいしょ、シアラー、このシアラーを使ってるんですよ。総合値もシアラーの方が高いし、でシアラーはフィニッシャーということで、まあ、イングランド染めでね、バンディエラもフルで乗せれるので、私ちょっとクライファーとバンディエラ乗せられないんですよ。でシアラーの方が特徴もいいので、スキルもレジャースだしね、シアラー使ってるんですが、なんかねクライファートに変えてから勝てる。まあ、クライファートキーマン特徴を持ってるのでシアラーがないっていうところあるのかもしれないですけど、クライファーのキーマンって言ってもシュートパスダイアップで、そんなになんかめちゃめちゃこいつやべえなみたいな、キーマンじゃないにもかかわらず輝いてますクライファートさんが。はい、すげえ安定して勝てるようになりましたね。ただアリーナでは私はシアラー使いますがね。そう、そしたら最後百花裁縫の攻撃でいきましょう。待て、これは勝ちたいよ。総合値も勝ってるし、ちゃんと頼んだ。エムバペ、よしよしよし、何やってくれ。よし、プラティネ、もうこれはいったな。はい、行きました。たまにさ、総合値、まあ、ちなみになんか2分けのうちの1分けはなんか総合値10万以上低い相手だし、なんなら1敗のうちの1つも総合値10万以上低い相手で、これは何をどう間違えてこうなったんだって感じなんですけど、とりあえずはい、一旦こんな感じです。まあなんとか頑張ったんじゃないですか。3分け3敗ですね。どうでしょうか、現状18位、あと1日あるのでちょっとここからどういくかわからない。一応3分け3敗の中では3名いて私が2位ですね。得失152と、まあ可もなく不可もなくな気がする。失点19はそこまで多くないですが、得点171がそんなにですね。てか2位の人すごいですね、得失そんなに私と変わらないのに0敗。マジ、よっぽどいいチームを組んでいるんだな。必ず安定した。これはちょっとこの方がどこに星4を起用したのかすごく気になるところです。はい、ってことで一旦私はですね、現状18位です。まあ今の順位で見ると大丈夫な気もするが、またちょっとですね、最終予選どうなったか踏まえて報告させていただいて、もしも64まで勝ち進めたのであれば、そちらの結果もね、皆様にお伝えしていけたらなと思います。一応リミテッドマッチの大会の流れとしては土曜日の8時まであるので、結構ね多分土曜日にやる人が多いんじゃないかなと思います。私今木曜日金曜日に撮ってるんですけど、おそらく土曜日に挑戦する方が多いと思うので、もうここからだいぶね順位下がっちゃうと思います。なんでまあそれも含めてね、皆様にお伝えしていけたらと思いますので、ぜひ続報をお待ちいただけたらと思います。またね、もしも私と同じグループにいて、当たった方ね、ぜひ私のオーナーズルームを覗きに来ていただければと思います。なんか結構ね17名の方がグッドを押してくれてすごく嬉しいので、はい、そして嫌味かのようにリミテッドディビジョンのチャンピオンエンブレム2個並べているので、ぜひね遊びに来てください。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。